誰も来ない。あ、来た。今日はおしゃべり会です。まだ何も準備してない。ゆっくり寝すぎた。あ、間違えた。おしゃべり会準備中継になっちゃった。こちらおしゃべり会の準備中継でございます。はい、おはようございます。今日はでも髪型は今日のおしゃべり会ラストおしゃべり会なんですけど、今日はコスプレをするんですね。コスプレじゃない、仮装です。ハロウィンの、ハロウィンの仮装をするので、髪型はちょっとあんまお家ではやっていけないような髪型にしたくて、メイクだけとりあえず終わらせて会場で髪型やろうかな。今から準備して間に合うの？わかんないけど朝ごはんはちょっとちゃんと食べたいなって思っている所存でございます。ディファールくんを貸してスープ飲んでマリトッツォを食べたいと思います。昨日スーパーで買った、人生初。あ、スープのスプーン持ってくの忘れた。仮装の髪型のままで帰りたくないから、ほどいて帰ることになると思う。でも髪型できる自信ないな、自分で。おはようございます。今日はおしゃべり会よろしくお願いします。よろしくねって、ありがとう、来てくれるの嬉しい。ラストおしゃべり会、おはよう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 。今日2月寒いしたけど、わかる、めっちゃ寒い。今日何着てこうって考えて、朝気温見たら13度とか10、最高でもそれぐらいで、どうしよっかねって感じ。今日スプーン持ってくるの忘れた。もう立つ気なかったのに。ポチって音言ったよね。早っ。北海道雪降るとか降らないとか、嘘でしょ、早すぎない今年。え、さすがに早すぎない。もうどうなっちゃってんの日本。毎年毎年変な天気が続いてる。冬服家にないんだけど、全然トレーナー何枚かしかない。ニットも1枚あったかな。この前持ってきてもらえばよかった。ヒャール炊けたから、化粧水浸透させてる間に朝ごはん食べよう。割と時間なくてびっくり。でもせっかく買ったので朝ごはん食べます。マリトッツォ早く食べないと、多分クリームが トマトのスープの粉でくしゃみ出た。
ん。トマトスープです。いただきます。パッチン、いただきます。熱い。一期生マグカップ正解。おはよう、おはようございます。嬉しい、みんなおはようって見に来てくれてる。あっ、やばい、ティラミスマリトッツォ、人生初マリトッツォなんだけど、どうしよう。こんだけ流行ってたのに食べてこなかったんだね。めっちゃハマって流行ってますね。しかもスーパーのっていう、初めて。え、これどうやって食べんの？朝から食べるやつ、これ初。今起きたって、おはようございます。今日喋るからそうか、寂しいね。寂しい、早すぎた。4ヶ月間くらい。じゃん、いただきます。わ、もう手汚れた。ティラミス、私が大好きなティラミス、いただきます。うん、うん、めっちゃ美味しい。ちゃんとあのね、パンの生地がめっちゃ美味しくて、ちゃんとクリームもティラミスに合わせて、ティラミス風味のマスカルポーネチーズ風味のクリームになってるかもしれない。生クリーム好きにはたまらない。確かに、そんな生クリーム私そんなに好きじゃないけど、全然いけちゃう。うん、本当だ。口にティラミス粉つくか注意。本当だ、やばい。え、どうしようこれ、やばい。うまっ。朝からでも重くない、全然。うまっ。パンが黒糖っぽいのかも、ちょっと。パンとクリームめっちゃ合う。これつかずに食べるの無理だ。うん、そう、昨日我慢したんです。夜食べたかったけど。うん、うん。スーパーなので。どうなんだろう、パン屋さんのは食べたことない。あのスーパーのパン屋さんのやつ。うん、大きさめっちゃちょうどいい。あざとくないよねこれ、茶色いとなんか汚い。うん、うん、うん、紅茶飲みたくなる。うん、美味しかった。
から幸せ。パンの生地がめっちゃ好きなやつだった。ティラミスだからそんなに生クリーム甘くなかったのかな。めっちゃ食べやすかった。生クリーム上手です。思ったよりも手が汚れたから一瞬洗ってきてもいいですか。あ、美味しかった。ごちそうさま。あと3個いける。今日ね、ドラゴンボールのね、夢を見たんです。自分が登場人物の中にいたのかわかんないけど、ドラゴンボールの戦いをずっと見てた。でも街並みはアニメーションじゃなくて実際の街並みで、悟空とかそういう登場人物はアニメのアニメーションだったの。めっちゃリアルで怖かった。なんかショッピングモールで急に敵が現れて、その敵がめっちゃ怖くて、なんか真っ黒い玉みたいなでっかい、でこういう岩を、でっかい岩をゴロゴロゴロって投げてくるんです。だからみんなで避けてみたいな、助けてもらいながらみたいな。で最終的に悟空が元気玉を、オラに元気をあげてくれって言って、みんなでこうやってあげて、それで元気玉で倒そうとしたんだけど、最終的に倒せたんだけど、でもそれ結構死亡しちゃったキャラクターも多くて、ハッピーエンドじゃなくて終わっちゃった。リアルだった。楽しかった。でもなんか悟空の、あのドラゴンボールの世界に入ってるみたい。誰が死んだの？あのね、ご飯が死んじゃって、あとトランクス、トランクスも死んじゃった。それは覚えてる。おしゃべり会頑張ってね。ありがとうございます。ラストおしゃべり会、マジ10月後半もコンサートまで何もないです。だけど強敵だったね。確かにご飯とトランクス死んじゃったら、もうなんかストーリーが壊れちゃうね。ヤムチャ出てこなかったな。主要人物しか出てこなかった。
ンボール面白かったな、小学生の頃見てた頃。これ隠れるかな、コンシーラーで皮膚科でやったやつ。コンサートに全集中、全集中の呼吸、血の型。よし、結構本気出さなきゃ。危な、水入れてなくてよかった。危な、ひっくり返したコップ。やばい、どうしよう、下地するの久しぶりで、濡れるかな、綺麗にちゃんと。え、下地持ってきてね。完食、ごちそうさまです。ハートありがとうございます。うん、これ本当に治るのかな、内出血らしい、これ全部。めっちゃ尋常じゃない強さで押されたもん。注射よりも痛かった、顔に針刺されるよりも痛かった多分。私はなんとなく適当に伸ばします。配信でも9時半ぐらいには終わりにしようかなって思ってるので、あと30分ぐらいかな。今何時だろう、9時5分、あ、30分もない、まあ、30分ぐらいに終わりにするので、それまでにアイメイク終わらせたい。おはようって、おはようございます。皆さん続々と起きてきてありがとう、朝から見に来てくれて。スープでめっちゃ体温まったな。こんだけひどかったらさ、コンシーラー先にやるべきなのかな。だるまありがとうございます。普段あんましないからな、コンシーラー。ザセムしか使わない。コンシーラーをうまく活用できてないから、多分ファンデーションのさ塗り方が下手なんだと思うんだけど、うん、すごい、コンシーラー色味全部消えた。え、すごっ。普段何気なく塗って全然効果分かってなかったっけ、こんだけ赤みがあると分かる。え、すごい、マジですごい。え、すごっ、もうないみたいじゃん、消えたね。やっぱメイクって怖いね。
わやばい、シャファンでないんだった。買わなきゃ。出てこい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 。真反対にしても出てこないって相当ないよ。もうこれ、あ、出てきた。やばい、ちょっとしか出てこない。これでいっか。出てきました。早く買わなきゃ。でももう乾燥の季節だから、本当になんか買ってみてめっちゃ乾燥 しちゃったら嫌だなっていうので全然買えてないんだよね。でも保湿力をあんまりメインにして買っちゃうと落ちやすくてマスクにつくっていう恐れがあるので、本当使ってみなきゃ分かんないからさ、1ヶ月ぐらいさ試供品欲しい。コンシーラーひげ剃り後に使ってる。すごい、男の方でも使うんだ、えらい美意識高い。やっぱ久しぶりにファンデーションしたけど、ちゃんとファンデーションって本当肌綺麗に見せてくれるね。久しぶりにやると気づく、はよ買ってってね。ほんまにそう思う、はよ買って買いたい。私もお金の面でケチってるとかそういうのではなく、シンプルになんか買うものが決まらない。ディオールのね試供品もらって使ってみて、イブさんのクッションファンデもお店でおでこだけつけてもらったりしたんだけど、あとシャネルのファンデはナナミちゃんが使っててそれ貸してもらったりしたけど、いまいち全部ピンとこなくて。いや、イブさんはピンときた。でもノエにやめろって言われた。絶対クッションファンデは絶対後悔するって、レイナはって。それぞれに合う肌質とかがあったりするけど、ノエ今何使ったかな、ナーズかな、ナーズのクッションファンデ使っ、クッションファンデ使ってるやんって感じだけど、私の肌には合わないって。多分崩れやすいからかな。でもノエ私のメイクよくしてくれるからね、よくわかってるんですよ私の肌質とか。でもナーズのクッションファンデも貸してもらったことあるけど、私合うあんま合わない、めっちゃ崩れちゃう。本当に自分に合うか合わないかだよね。 YouTube とかめっちゃ YouTube とかでめっちゃレポ比較してみたみたいなレポめっちゃ見るんだけど、でもシュウムラはカバー力がもっと欲しい、足りない。だから結構ランコムがいいかなみたいな個人的に思ってるんだけど、結構固まってきた。結局ランコムやなって。一個前に使ってた、週の前に。でもまだ迷ってる。あー、ここのここが出てきた。またこれは直前に隠そうね。本当に顎すごくない？顎の赤みなくなった。何個もはもう捨てちゃいました、なくなって。いっそのことなんかもうさ、こんなにもさデパコスでも合わないならいっそのこともうプチプラで済ませちゃうとか、マキュアージュぐらいで。プチプラの中でもちょっとプチプラなのかちょっと高い。絶対変わんないな私、プチプラでも。プチプラでいいやつ探したいな。そしたらもうめっちゃ毎月コスパめっちゃ良くなる。
節約できる毎月じゃないか、ファンデはでも半年に1回買えるか買えないかぐらい。うわこの感じ懐かしい、肌が白い真っ白な感じ、メイクして。よし取り掛かるぞアイシャドウに。今日はねもうめっちゃ濃い赤を使っていきたい。いや赤はやばい、ピンク。ハロウィンメイクです。あーでもこの色もいいな。いやでもなピンクやな。で今日はちょっとマット目でキラキラはいらない。何のコスプレだと思いますか？あ、コスプレじゃない、仮装。おはよう、おはようございます。9時半あっという間やな。やばい久しぶりすぎてシャドウめっちゃ塗るの下手。今日何着てけばいいの私。絶対寒いよね。濃すぎるかな。ヒントはピンクのシャドウ、赤いシャドウです。ヒントめっちゃメイク濃い赤いシャドウ。私はそんな濃くするつもりないけど今日は。分かってもちょっと絶対これでもう分かったって人はちょっと言わないでください。これかなぐらいだったらちょっと言ってみてください。アイラインは釣り気味がいいかな。レズラスイクメリトッツ美味しかった。でも釣り目似合わないんだよな、目が丸いから。むずい。それにしても今日寒いなって。え、そんな寒いの？でもわかる、風もなんか強そうだし寒いんだ今日。どうしよう、何着よう。あでも上着、そうだ上着だけ持ってきてもらったんだ早めに。でも冬服は本当にない。ニット系まだ全部実家にある。私のやつ作れるって。いつもに比べたらめっちゃ釣り目にして見てるけどどう？
釣り目の女の子好きですか？釣り目垂れ目ってさ、めっちゃタイプ分かれるよね。タイプが釣り目だったら本当に釣り目の子しか可愛くないはないけど、釣り目の子が可愛いみたいな。私のタイプは垂れ目です。釣り目垂れ目どちらかで言うと。全国的に寒いらしいってねー。それで北海道は雪だって。北海道行けないじゃん、もう雪降ったら。一応雪国に住んではいるけど、北海道の雪はちょっと耐えられる自信ない。観光で行って、北海道はさ寒くなるちょっと前、夏の終わりぐらいに行くのが一番ちょうどよくない？まあ、春も良さそうだけど。北海道で美味しいイクラ丼食べたい。なんかさ、お寿司屋さんのイクラってなんであんな高いの？ウニはなんか500円ぐらいでもよし食べるかってなるけど、最近いくらちょっとあの回らない、回る寿司か、弁慶とかカンタロとか、そういうちょっとだけちょっといいお寿司屋さんの行くときいくらをね頼むの諦めちゃう。ちょっと高いなって思っちゃうんだよね最近。ウニもあんま時期じゃないから頼まないかも。この前弁慶行った時も頼まなかった。ウニやっぱその旬な時が一番美味しい。いくら今年高い、あ今年高いんだやっぱり。いくらって高いよね、もともと高いけど今年高いよねやっぱり。めっちゃ高く感じて、やっぱさそうだよね、値上げしてるよね。カンタロウとかいくらさ300円ぐらいだった気がするけど、今500円近くする。あ、コスモスがいっぱい来た、ありがとうございます。コンサートあったら新潟でお寿司食べたい。もうぜひぜひ食べて帰ってください。絶対に食べて帰ってください。駅中の健康寿司も美味しいからね、気軽に行けちゃう。コンサートの日新潟混むだろうな。クメスでイベントあるとき人すごい、新潟いつも。久しぶりこんな目パッチリしてるの。いつもすっぴんで配信してたから。先週ヒゲダンあったけど、え、どうだったっけ、わかんない。ずっとレッスンしてたから全然わかんない、外出てなくて。
でもヒゲダンさんは絶対人多かっただろうな。ハロウィンっぽくなってきました。タタ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 、ハロウィンパーティー。でもハロウィンまだまだないよな。眉マスだけしよう。え、待って、今日本当何着ればいい？私絶対寒いよね。でもなんか本当ない服、冬の、冬はまだ早いか。テイラーズとじゃ寒いよねきっと。すごい、眉毛がのように剃ってもらったからめっちゃ描きやすい。あ、描きやすいっていうか眉マスするだけで整ってくれる。ヌイピー天才。ここちょっと出ちゃった。あ、カーディガンの存在忘れてた。切れちゃうじゃん今日。え、どうしよう。マスカラ黒がいい。もうないんだよなマスカラ。なんだっけ、ゴディバみたいなやつ、なんだっけ、なんて名前だっけ。ゴディバじゃなくてゼブラじゃなくて、え、捨てちゃったっけ。もうヘレナ、やばい、黒いマスカラがない。なくなるのがめっちゃ早かったんだよね。私のヘレちゃん、ない、ないわ、ここになきゃない。もうなくなって捨てちゃったんだ。全然使っ、めっちゃ使った記憶ないけどなくなっちゃったんだよね。なんかもうすでに、太くなっちゃった先が。眉毛めっちゃ綺麗でやばい。めっちゃ綺麗。リップがちょっと暗めのブラウンリップで、めっちゃはみ出しちゃった。
かりましたか今日のコスプレ。これでここ濃くしたら良さそうだな。うん、つかないようにって思ってここの手でこうやって押さえたのにここの手にシャドウついてた。最悪。あ、こういうの地味にショック取れない。なんでやねん。ハンデも一緒に取れた気がする。あ、すごい奇跡的にプッシュしたら出た。ちょっとハンデ、中のファンではマスクに本当つかなくていいんだよな。やばい、ティッシュもう30枚ぐらい使ってください今日。じゃあチークだけ塗ったら終わりにしよう。配信洗濯回しちゃったんだよね。実は洗濯しなきゃいけなくて。え、チークどんなんだろう。いや、ちょっとインスタでちょっとメイク見てからにしよう。かわいく今のところメイクめっちゃいい感じ。はい、じゃあ今日はちゃんとスクショタイムします。顔がちゃんとちょっと整ってるのでスピの時より。これがな、もうちょっとここだったらな、今日のコスプレ決まりだったのにな。これがここにあった。それでは、スクショして終わりにしたいと思います。朝からありがとうございます、皆さん。どんなポーズかな？ヒント。ヒントわかんないな。あ、ヒント。ヒントのポーズやったら分かっちゃうからやめときます。顔白くて怖い。あ、チークしないんだこのメイク多分。危な、顔が白い感じがいい。血色ない感じが。オッケー、ありがとうございます。ということで朝から皆さんありがとうございました。ランキング読んで終わりにします。13位せいじれんなさんがとても心配ですさん、11位バタフライモンキーさん、10位マス先生、9位りっくん、8位まにゅちゃん、7位ひろしパパさん、6位ゆうたさん、5位ひらさん、4位ぬっくん、3位赤シャチさん、2位たけめぐさん、そして第1位しゅうちゃん、ありがとうございます。イエーイ。ということでそろそろ終わりにしたいと思います。今日はラストおしゃべり会、来てくださる方よろしくお願いします。レニアは1部2部3部4部までです。よろしくね。コスプレじゃない、仮装お楽しみに。ということでありがとうございました。今日も一日頑張るぞ。あー、バイバーイ。